はい、こんにちは。今回ね、こちらご紹介します。皆さん、インターネットね、スマホやタブレットでバンバンね、活用されているかと思いますけれども、やはりね、気になるのは容量制限でございます。今日ね、4月の22ですけど、数日前から、スマホね、7ギガ超えてしまいまして、 128kbps となっています。家ではね、自宅では Wi-Fi 使えるので問題ないんですけれども、最近出張が多くて外で使うときには非常に困ります。これはね、なかなか厳しいもんがありますね。やっぱね、ホテルで泊まるのが多くて、その時に Wi-Fi ね、ホテルの Wi-Fi つなぎ忘れて、そのままいろいろと YouTube と見ている、いたこともあるですし、あとは音楽ね、ネットサービス、ネットからのね、音楽を聴いていると、裏でダウンロードして結構な容量を食っているということで、なかなかこのあたりね、安心して外出する環境を作りたいなということで、バックアップとして今回こちら購入してみました。今回ですね、こちら Amazon でまあ評判が良かったモバイル SIM フリーのルーターですね、モバイルルーター、こちらご紹介いたします。ファーウェイのモバイル Wi-Fi E5577300mAh の大容量バッテリーで長時間も安心ということで、非常にシンプルな、このようなね、モバイル Wi-Fi なんですけれども、ネットつなぐにはね、十分ということで、こちらチョイスしました。なんといってもね、こちら安い、1万以内でこういったね、Wi-Fi ルーターが購入できるというので、この Wi-Fi ルーターと、こちらね、 IIJ ミオという SIM、 データ通信の SIM を活用して、いつでもね、スマホが速度制限かかってもね、通信できるような環境を整えたいと思います。では開封してみましょう。今回ね、こいつ Amazon でこれ購入してます。ハイウェイ SIM フリーモバイル Wi-Fi ルーター E5577S ホワイト、このね、クーポン割 IAJ SIM セットというので、このね、 10% クーポン使って9000円ぐらいですね。非常に安い、評判もとても良くてですね、まあ普通につなぐには問題ないかなというふうに思っております。パッケージ裏側にはこのようにね、書いてありまして、2.4GB と 5GHz に対応しております。 5GB はね、屋外では禁止されているということで、通信は LTE のカテゴリー4、最大10台まで接続できるということで、通信規格、このような通信規格に対応しています。まあ基本的なね、スペック使うには問題ないところ抑えられているかなと思います。パッケージ開封しました。こんな感じです。まあね、非常にシンプルですね。こちら USB、 充電用の USB とバッテリーがね、このように取り外し可能なバッテリーになってます。これ嬉しいですね。これだけでね、単体売ってるかな、下手った時とかにも使えそうです。こちら充電器、 USB 充電、まあね、これは、他のものをね、使って充電するので良しとしましょう。あと保証書とクイックスタートガイドと、APN の設定ですね、このあたりの書類が入っています。そしてこちらが本体、めっちゃ軽いですねこれ。あ、充電のバッテリー入ってないので、まあ、なおさら軽いかと思いますけれども、こちらが本体です。ではバッテリーを装着してみましょうと思ったんですけど、バッテリーの、ね、開け方がわからない。これどっから開けるんだ。なんかね、この開けれるようなね、あ、ここから開けるのかな。ちゃんとね、クイックスタートガイドを見ましょうということですね。開いた開いた。こんな感じで意外とアナログ。ここに SD カードと SIM がね、刺さるようなスロットがあります。まあ、非常にこんな作りですのでね、非常に軽いです。デザインこんな感じ、非常にシンプル、まあ十分ですね。これでこんな感じでバッテリーをはめて、長押しで電源つけましょう。本体ですけど、ホワイトパールマイカーみたいでね、結構綺麗な塗装がされています。そしてもちろん SIM カード入ってないので、このように SIM カードを挿入してくださいと。あ、バッテリーがフル入ってますね。こんな感じで、もちろん繋がりません。電源切りましょう。そして次にこちら SIM カードね、登場です。じゃじゃん、こんな感じで、フラストレーションフリーということで、IIJ ミオ SIM 入っております。このね、ルーター、標準 SIM カードですので、ご注意ください。タイプ D ということで、NTT ドコモの回線を利用したサービスです。ウェルカムパックということで、このように SIM が入っていて、さらにね、ネットで登録して使えるようにするというタイプです。こんな感じでね、使い方の説明と、ここに SIM カードが入っています。簡単に紹介します。まず、SIM を挿す前に、IIJ ミオのウェブページにアクセスして、まあ、パスコードと記入して、プラン選択して会員登録を行います。ということで、サクッと入力して、このようにお申し込みいたしました。プランはね、最初ライトスタンド、
ットプランということで、月6ギガのプランにしています。ただね、これキャンペーンやってまして、月にプラス4ギガ、すごいですよね、4ギガついてくるというキャンペーンが来月から、ついてくるということなので、3ギガプランでもまあいいかなっていうふうに思っています。3ギガプラス4ギガで7ギガね、まで使えるプランで、まあ十分かな。それだとね、1000円ぐらいで使用ができますので、まあちょっと最初様子見ということで、このように規約完了です。このように電源を入れただけで、最初圏外と出たんですが、自動的に接続ができました。素晴らしい。特に APN の設定がいりませんね。ではちょっと接続してみたいと思います。ちなみにこの画面は上のメニューボタンでね、切り替えることができまして、このように端末情報。ここにはね、Wi-Fi のパスワードであったり、SSID であったり、IP が記載します。あと QR コードでね、設定ができたり、あとバンドは 5GB か 2.4GB 選択ができます。あとデータローミング、Wi-Fi エクステンダー、認証情報。まあ、こんな感じのメニューです。このようにね、接続問題なく完了しました。非常にスムーズに、こんな感じで利用ができていますね。ちょっと速度測ってみましょう。このような結果になりました。上り下りともにね、20Mbps ぐらいの安定した速度が出ていますので、なかなか通信品質としては、まあね、これ夜ですけどね、今、いいかと思います。もう少しね、朝からまた出張が入るので、ちょっと使ってみたいと思いますけれども、こういうテストするとね、もう84Mbps、結構ね、どんどんいきますね。ということで今回ですね、こちら日々のスマホデータ容量に困っている方、スマホの大プランにするのも良いんですけれども、結構ねそのバッテリーも限られてますので、スマホのこういった Wi-Fi ルーターを持っておくとバックアップになるかなと思います。今回は非常に評判の良さそう、そして解約もね自由に、プラン変更も自由にできるという強みがあり、2年縛りとね、先日 Y モバイル紹介させていただきましたけども、あれだとねがっつりと縛りがあったりするので、まあ、ちょっとね使ってみたいという方はこういったお手軽モバイル Wi-Fi ルーターを購入して、こういった格安の、ね、SIM を使ってみるのがいいかと思います。ちなみに余談ですが、ケースはねこの100均のこのクッションポーチがとてつもなくぴったりです。こんな感じで持ち運びができます。ということで今回はファーウェイモバイル Wi-Fi E5577 の、こちらルーターと合わせて IIJ MIO の SIM ご紹介いたしました。では今回も見てくださりありがとうございます。